マジ花綺麗ですよね。光ってるような感じのキラキラした花、とても綺麗です。ぜひね、育てたことがない方はぜひね、一株騙されと思って育ってもらえたら嬉しいです。こう見ていただくとね、分かりますか？違いが一番ね、癖がなくね、育てられる品種なのかなと思います。の方だと、まあ、鉢植えをまずはお勧めします。特性を知って育てることで楽しさも倍増するかと思いますので、この動画も参考にしてもらえたらとても嬉しいです。はい、皆さんこんにちは。植物を元気に、みんなを笑顔に、観農家のゆうきです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は私たちの農場で生産をしている多年草、宿根草の土定番であるティアレアについて話をしていきたいと思います。昨年まで私たちの農場で2品種しか作ってなかったんですけども、今年はもう1品種変わって3品種作ってますので、そういった品種の違いなど含めてですね、話をさせてもらえたらと思います。今回の動画を最後まで見ていただければ、ティアレアのことがバッチリわかるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速今日もやっていきましょう。はい、ということで今回はね、超人気がある宿根草のティアレアに、宿根草というよりもね、常緑の葉っぱがね、とても綺麗な多年草と言った方がいいかなと思うんですけども、そのティアレアについて話をしていきたいと思います。まずね、私たちの農場で作っている3品種がありますので、そちらの紹介をしていきたいと思います。その後ね、やっぱしね、一つのポットを見てもどんな感じでね、生育差があるのっていうのはわからないので、このね、後ろの生産している様子などをですね、全体を見ていきたいと思います。はい、ということで私たちのところで作っているティアなんですけどね、一番ど定番、じゃん、こちらティアレアのスプリングシンフォニーになりますね。昨年も作ってね、販売しているんですけども、一番ねスマートというか、一番ね癖がなくね、育てられる品種なのかなと思います。次に去年から作っているもの、一昨年から作っているかな、こちらね、花がねピンクでとても可愛いピンクスカイロケットになります。こちらね、ちょっとね生育が癖があって、さっきのねスプリングシンフォニーに比べるとちょっとね生産がしにくい品種、これもね後で見ていきたいと思うんですけども、じゃあ今年からのね作ってる新しい品種がこちらです。せーの、じゃん、こちらティアレアのシュガー&スパイスになります。こう見ていただくとね、分かりますか？違いが、このシュガー&スパイスはどちらかというと生育がめちゃめちゃ旺盛なタイプになります。でこのスプリングシンフォニーがちょっと中間ぐらいで、このピンクスカイロケットがね、ちょっと生育がかなりゆっくりな品種になっていますので、この違いがあるかなと思います。じゃあ実際ね、1個ずつ見るよりもたくさんね一緒に見た方が違いが分かりやすいので、実際に生産現場の様子を見ながら詳しくそれぞれ話をしていきたいと思います。チャンネル、はい、じゃあまずね、こちらにねあるのがね、今年から生産をしているシュガー&スパイスになります。葉っぱがねかなり黒光りしていて綺麗です。で夏とかになってくると中心部がねちょっと黒っぽくて、周りがね緑の葉っぱになってきます。今で言うと、まあ、こういう感じですかね、ちょっとまだ出てないですけど、こういったような感じのもうちょっとね緑が強調されるような葉っぱになってきます。スプリングシンフォニーよりもちょっとね葉っぱが大きい、大ぶり、背丈もちょっと30センチとかちょっと高くなるような感じになりますね。ちょうどこの境でスプリングシンフォニーがあるので、こう見ていただくとね、分かりやすいかと思います。右側がシュガー&スパイスで、左側がスプリングシンフォニーになります。こう見ちゃうとね、全然ね葉っぱの大きさとか形も違ってきますよね。見てください。でもね、スプリングシンフォニーの方が若干シュガー&スパイスよりも花がね早く咲くかなっていうのを、見て分かりますよね。今こんな感じで、ね、花が咲いているものはちらほらスプリングシンフォニーはあるので、花付きが早い順番でいくと、まず最初に花が咲くのがスプリングシンフォニー、次に
シュガー&スパイスで、最後にピンクスカイロケットになります。株の大きさでいくと一番大きくなるのがシュガー&スパイス、次がスプリングシンフォニーで、最後はピンクスカイロケットっていうような感じになります。でこんな感じでスプリングシンフォニーもね、今はどうしてもこちらのハウスは通常のね花粉なども描けないので、外が寒くなればこちらのハウスの中もかなり寒くなるので、こんな感じで葉っぱもねちょっと色がくすんでるような状態で、ずっと寒さを耐えているような状態になります。ただね、日中とかも温度が上がってきて、そろそろね春を感じ始めて、徐々に新しい花芽が上がってきてます。こういうところもねすごい上がってきてますよね。こんな感じで、ね、実際にこちらガーデンパーティーですね、私の通販サイトでも販売しておりますので、もしよかったらね購入してもらえたら嬉しいです。スプリングシンフォニーとシュガー&スパイスは今販売してます。ちょっとねさっき見せた株のように、そうですね、あっちこちらがピンクスカイロケットになるんですけども、ピンクスカイロケットはまだまだねちょっとね株が小さいです。正解ちょっとね緩慢で、やっぱ遅いのがね全然見てわかりますよね。なのでピンクスカイロケットだけはまだ販売を開始してないです、ね、こんな感じでめちゃめちゃねピンクスカイロケット花綺麗なんですけど、株がねなかなか1年目は張らなくて大変な品種です。でそもそもティアレアなんですけども、やはりね一番の見頃は5月とか6月の上旬ぐらいですかね、あったかくなってきて花がぐわって咲いてきて、その頃がめちゃめちゃ見頃になります。でね、1年1回ね年を越すと2年株になると、このね、シュガー&スパイスとか、ね、奥にあるスプリングシンフォニー、ね、1年目から結構いい株になるんですけども、年を越すと2年目の株、こちらピンクスカイロケットも、ね、1年越すと2年株は結構ボリュームが出ていい株の状態になるので、ガーデニング、この宿根草として育てがいがあるんじゃないかと思います。どうしてもね1年目まだね夏は弱っちゃうんですけど、その春から初夏を迎えて株がググって大きくなるまでは結構ねどうしてもボリューム感が、私が育てた体感だとピンクスカイロケットは出にくいんですけど、その後はですね結構株張りも良くて、ね、暑さにも基本的にはティアレアそこまでね弱い品種ではないので、ね、なんとか夏の暑さを超えてくれて、また春に葉っぱが展開してまた寒さに当たって2年目結構群生して咲いてくれるようになるかと思います。マジ花綺麗ですよね。このねこのなんかも本当になんか綺麗じゃないですか、何とも言えないこのなんかね光ってるような感じのキラキラした花、とても綺麗です。ぜひね育てたことがない方はぜひね一株騙されと思って育てもらえたら嬉しいです。実際にね育て方なんですけども、寒さには基本的にめちゃめちゃ強いです。なので、まあ、今の時期から買ってね外に植えていただいても問題はないですし、特にね暖かい太平洋側の地域だと問題ないかと思います。雪がたくさん降るような地域だと今はどうしてもねまだまだ雪が積もったりとかして雪の下になっちゃうとやっぱストレス感じる可能性があるので、寒い地域の方だったりとか雪の降るような地域豪雪地帯のところだと、まあ、鉢植えをまずはお勧めします。で株が張った後ですね地面に植えてあげたりとかしてあげるといいかと思います。3月の多分中下旬になってくると一気にぐわっとね株が大きくなってきて毎日見るのが楽しくなってくるかと思いますので、そんな感じで、まあ、植え付けをして声をやってあげると4月の下旬ぐらい5月ぐらいにですね花が上がってきて6月徐々にたくさん花が上がってきて楽しめるかなと思いますので、ぜひね騙されたと思って育ててもらえると嬉しいです。で実際ねこれ結構あるように見えてそこまでないので、で向こうにあるのがね色がこうやってオレンジ色とかついてるのがティアレアとヒューケレラの交配種であるヒューケレラになりますので、またあれはねまた別動画で紹介をしていきたいと思います。園芸チャンネル、はい、ということで今回はこちらです。あう、よいしょ、落ちた。こちら私たちの農場で作っている
ティアレア3品種について紹介をしていました。同じティアレアでもですね、全然生育の差があったりとかしますので、ただね、生育が遅いものがダメじゃなくて、やっぱしね、こちら出根多年草になりますので、このピンクスカイロケット2年目、とてもねボリューム感出て良くなりますので、特性を知って育てることで楽しさも倍増するかと思いますので、もしよかったらこの動画も参考にしてもらえたらとても嬉しいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。今回の動画を見ていただいていいねと思われた方、ぜひ高評価お願いします。有機の園芸チャンネルでは植物に関するいろんな動画をアップしています。チャンネル登録まで園芸ガーデニングが好きな方、ぜひチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。10万人登録目指して頑張ってますので、ぜひ応援お願いします。今日はこれをおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また見てください。バイバイ。